ようにしてください。ちなみに東京の上野恩賜公園は明日桜吹雪となる予想となっています。いや先日行ってよかったです。4月私1日に行ったのかな、最近ちょっと記憶が曖昧なんですけれども、あれいつ行ったんだろう、まあ、4月入ってから行った記憶があるんですけれども、もう上野恩賜公園、だいぶ咲いていましたよ。あれ4月1日じゃない、3月31日に行ったのかなあれ私昨日は行ってない、今日2日か、曜日感覚が分かんなくなってきますね。ということでこの時間帯もお送りしていきました。素敵な夢を見てこの時間帯お休みください。おやすみなさい。